ってくれたら嬉しいじゃん。すいません、自己紹介の方お願いします。すいません。はい、昨年の3月2日に死にました、はい、宗教法人幸福の科学の、総裁大川隆法の元息子の広志と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。元息子っていうのはどういうことなんですか？はい、元息子というのは、一応戸籍上の父親ではあったんですが、はい、絶縁して2億円の訴訟を起こされていると、はいはい、いうことでございまして、まあ、なので元というね、まあ、親子なんかじゃねえよというふうにね、まあ、向こうも思っていたでしょうし、こちらも最後までね、はい、思っていたということで、はい、縁切ったってことですか？まあ、絶縁ですね。戸籍ももう分けてますんで、はい、幸福の科学は、はい、入るというか、はい、やられてるんです。まあ、父親が神だったので、そうなんですね、生まれた瞬間に自動的に、まあ、神の、そうですね、はいはい、はい、次期後継者、生まれた瞬間に確定と、はい、いうことで。で、今はどういう状態なんですか？今は、はい、その幸福の科学とは完全に縁を切って、はい、まあ、それで、まあ、自分で、ね、映画の監督とかメインでやってるんですけども、はいはい、まあ、それを、やっていたところ、まあ、いろいろと、まあ、教団に戻ってこいとか、内情のこと何も話すな、動画を消せと、等々の圧力を受けて、いや消せねえよって言ってたら2億円訴えられて、はい、まあ、それで父親は2億円訴えたまま死んでしまったという。2億円お支払いすることはないですか？ないですね。はい。あ、もうその裁判訴訟自体は終わったのか。終わってるのもあれば終わってないのもあって、今その、はい、まあ、幸福の科学関連以外とかも全部合わせると9件訴訟をやっておりまして。マジ？はい。もしかしたら10件ぐらいになっちゃうかもしれない。今やってる最中ってことですか？そうですね。もう、判決出てるのもあるんですけど、まだ出てないものもあったりとかするので、はい。ご兄弟はおられるんですか？はい。下に4人おります。もう、絶縁ですか？絶縁ですね。まあ、私、一番上なんですけど、はい、下の、はい、まあ、4人も、まあ、すべて、隆法とは最終的に縁が切れた状態になりましたね。はい、去年の3月の時点で。その、下の子たちも、訴訟されてるんですか？下の子たちは訴訟まではなってないですね。私みたいに、まあ、YouTube とかやったりしてないので、はい。あすごいですね。幸福の科学の、聞いていいんですかね。はい、もう全然大丈夫です。実体というか、どんな感じなんですか、はい、その。幸福の科学というのは、はい、まあ、ざっくり説明すると、まあ、大川隆法が、はい、全ての神々の中の一番、まあ、グレードが高い神であって、はい、まあ、言っちゃえば仏教、日本神道、うん、キリスト教、イスラム教、ね、ヒンズー教、はい、儒教とか、その辺の全ての生みの親が隆法であると、はいはい。それを信じて隆法の、言うことをただただ、実行しなさいという宗教です。どういうことを言うんですか？その実行しなさいっていう内容は何があるんですか？内容は、本とか出してますね。本が、はい、確かに、最終的に何冊行ったのかな。まあ、一回ちょうど2400冊を突破しましたみたいなことを数年前に言ってた気がするので、はい、まあ、そんぐらい2500冊ぐらいは出てるんじゃないですかね。はい、息子さんは何かしてたんですか？そうですね、はい、まあ、教団が映画を作って、ってたんですね、はいはい。まあ、映画を作ってくれということを隆法から頼まれまして、大学1年生ぐらいの頃から、合計、そうですね、まあ、ちゃんと全部やったのは2作品か。うん。うん、まあ、それは、アニメ1本と実写1本出しました。あと舞台も1本か、出しまして、あとは途中までやったけど、はい、途中で、まあ、はしご外されちゃって、干されちゃったのが2件とか、まあ、そんな感じですかね。はい、はー、そう、もう、どう思われるんですか？今、絶縁して辞められて、はい、幸福の科学は、その、詐欺集団なのか。いや、この大丈夫ですか？訴えられちゃいますよ。僕、宗教本当わからなくて、その辺は別に。確かに、知らない人からしたらすごい健全な宗教なんですか？幸福の科学は大変不健全な宗教ですね。あ、そうなんですか？はい。言っていいんですか、そんな。大丈夫です。私のチャンネルで死ぬほど言ってるので、はい、大丈夫です。何が不健全なんですか？金が高いですね、とりあえず。はい。課金額がやっぱり高いので、はい、まあ、いろんなお金の集め方があるんですけども、はい、やっぱ客単価がすごい高くて、まあ、優しい宗教だと、まあ、会費、まあ、どうですかね、まあ、月々、まあ、1000円とか、3000円とか、まあまあ、そんぐらいの良心的な価格のこともあるんですけども、はい、幸福の価格って、大体その、まあ、祈願って言って、まあ、神社とか結構お賽銭あるじゃないですか、はいはいはい、まあ、5円とか10円とか、はいはい、あれ、
をまず1万円からみたいなのがあって、最低価格1万円からみたいな。でまあそれもいろいろなんか学業成就祈願とか、なんか大学受験成功しますようにとか、あと病気併用祈願とか、風邪ひいてたら風邪治りますようにとか、あとまあ流行りのやつで言うとコロナウイルス撃退祈願っていうので、まあそのお祈りをしたらコロナウイルスを殺せますみたいなことを言ってるのが3万円とか、まああとはあれか、まあ震災とかあったら天変地異長寿祈願とか、あとは経営者向けのやつだと、まあ、ビジネス成功祈願みたいなとかあったりとかして、まあ、それがまあ10万円とか30万円とか50万円とか、でまあ、他もいろんなセット、バリューセットでもう数百万円とか、あとはまあその企業さんごととかだと億単位のお布施をしたりとか、はい、そういうことがありますね。億単位でされる企業さんもおられるんですか？いますね、はい。全国でどれぐらいおられるんですか、その信者さん。はい、信者さんは、まあ、私が在籍してた2017年とかだと、はい、まあ、ざっくり活動してる信者さんは1万3000人くらいとか。うわ、まあ、まだ増えてるという。いや、減ってますね。どんどん減ってます、ね。あ、減っていってるんですか。はい。一番その航空の科学がバズっていた時期っていうのが、はい、教団ができたのが1986年で、はい、で、まあ、皆様、ご存知の、方も多いかもしれませんが、オウム真理教のね、はい、地下鉄サリン事件、はい、あれが1995年にありまして、はい、まあ、それだから9年、9年間ぐらいですかね、まあ、これがバズってた時期でして、その時期にうおーっと入った人たちが、まあ、30年ぐらいずっと持ち上がりでやって、で、95年のオウム事件以降、新しい人はほとんど入ってないというのが実際のところですね。お父さんが作られたんですよね。流行がそうしたですね。はい。はあ、どういった経緯で作ったとかは知らないですか？ざっくり言うとですね、はい、まあ、その、幸福の科学の宗教の一番根本部分に当たるのが、うん、その霊言っていうのがありまして、霊言、はい、まあ、簡単に言うとイタコ芸ですね、はい、はい、霊が降りてて、まあ、その青森のイタコさんというので、はい、いますけれども、はい、まあ、イタコさんみたいな、風な体で誰々の霊が降りてきてますって言ってコントをするんですね、はい、はい、まあ、コントをして、それでもうこれが神の力だって言って、それで、お金を取るんですね。まあ、言っちゃえば、その、まあ、まあ、いたこ芸人ということかもしれないですね。それをお父様がやられてたの？そうですね。まあ、その芸人、大川隆法が最初に、まあ、まあ、いたこ芸をやれば、まあ、それでコントをいろんな会場でやったりとか、うん、まあ、して、それで、わあ、すごいすごい面白いっていうので、お客さん集まってきて、で、だんだんちょっとやってるうちに、税金払うのしんどいなってなってきて、はい、まあ、ちょっと宗教法人格取っとくかと、宗教法人格取っとくと宗教行為に、まつわるものに関してはもう税金一切かかりませんので、なので、まあ、まあ、ちょっとお金、まあ、ちょっと欲しいなっていうことで宗教にして、それで後付けで神になったって感じですね。最初神じゃなかったんですよ。あ、そうなんですね。私はその預言者ですっていう設定だったんですけども、宗教法人格を取ったことによって宗教っぽくしなきゃいけないなってなって、じゃあ私はやっぱり神であったんだ本当はみたいな感じで後から神になったっていうのが、幸福の科学の実態ですね。法的には大丈夫なんですか、それは。法的に、宗教法人格を取ったので、1991年に。はい、まあ、なので、一応それは大丈夫っちゃ大丈夫ですね。はい、でも、すごい信者の方は、まだ神やと思ってる人は何人もいるんじゃないですか。まだいますね。そんなん言っていいんですか、はい、コント芸とか、まあ。大丈夫です。もう、それはもう5年半以上私が YouTube で言い続けてます。叩かれたんでしょ、あ、それで、まあ、2億円訴えられたっていう。はい。はぁ、そうか。でも難しいですね、そこは。もう、信じる人がいたらもうでも神様ですもんね。まあ、一応そうですね。まあ、やっぱりね、設定上ね、まあいろんな。設定って言ってますもんね、さっきから。まあ、やっぱりね、舞台とかね、はい、まあ、それこそ映画とかもね、まあ言っちゃえば全部、まあ妄想っちゃ妄想ですから。まあそれを妄想だって分かってみるか、それを本当だというふうにね、手で言えるかっていう、それが詐欺か詐欺かじゃないかの違いなんです。でもそんな家庭で育ってなんで今こんな感じなんですか？そのお父さんを受け継ぐみたいなのならなかったんですね。いや、ならないですね。全然もう、はい、はい、幼少期から、あ、はい、お父さんおかしいなって思ってたんですか？あ、もう3歳ぐらいの時からもうおかしいなって思ってましたね。下の子も全然、下の子こっち側ですか？そうです。5人兄弟いるんですけど、はいはい、5人の兄弟は誰も信じてないですね。はあ。でもそのいわばすごいな、お父さんにはこうすごい人が集まってくるわけじゃないですか。はい。神っていう人がいるからね。そうそうそう。それを言ったら実際と何ですか、乖離してるじゃないですか。家の中のお父さんと、はい、世間ではもう神と崇められ、はい、そして神の息子だということでこう持ち上げられてこられたと思うんですけど。はい。うん、それでもそんな冷ややかな目になるんですか？冷ややかな目になりますね。まあ言ってしまえば兄弟5人誰も信じてないっていう話をしましたが、はいはい、兄弟5人だけじゃなくてその、まあ、中枢にいる秘書とか、はいはい、そのまあ、幹部陣とかはみんな信じてないですね、はいはい、もうお金儲け
まあそうですね。まあ幹部になると給料高いので、はい。まああとは言ってしまえば、まあその、まあ多分あの芸人さんだったら多分わかると思うんですけど、はいはい、やっぱ舞台上に立つといろんな照明さんとか、はい、音響さんとか、いろいろ裏方の人たちっているじゃないですか、はい。あれに近い感覚になるんですよね。だからその、まあ例えば舞台とかやったりとかしても、まあ人を殺すお芝居とかしても、本当に殺しないってことはそれはもうみんなわかるじゃないですか。はい、そう。と、それと同じ感覚ですね。まあ神だって全知全能だろうなって言っても、あ、そう、あ、なんかそういう体でやるんだ、はぁ、みたいな。映画ライトしよう、みたいな。そう、総合な音楽流そう、みたいな。そんな感じでやるんで、やっぱガチで信じるとかやっぱならないですね。ガチで信じてる人見たら、じゃあこいつアホやなって思うんですか？何この人みたいな。いや、騙されて買いそうだなって思いますね。まあ、それでお金むしり取られちゃって、はい、すごいな、映画の話みたいですね。そうだからあれですね、小屋が日本全国なだけってことですね。まあ、そういうことです。はい、僕ら100人キャパとかでライブやってますけど、うん、日本の全1億何千万人に見せてるネタってことですね。そういうことですね。はい、幸福の科学ってめちゃめちゃあるじゃないですか。はい、あれ全部潰れていく感じですか。そうですね、もう今まあ競争死んじゃったんで、まあ言ってしまえば幸福の科学っていうのは大川隆法ファンクラブなわけであって、それ本人死んだらそれはファンクラブは基本解散だよねっていう話なので、まあ今支部とかもどんどん閉めて統廃合みたいな感じでどん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 減っていってます。引き継ぐ人はいないですか。いないですね。あ、それが隆法が死んだっていうことを教団がまだ認めてないんですよ。はいはい、総裁先生は必ず肉体的に復活されますと、そのためには皆様の犬のパワーが必要ですと、ですから皆様総裁先生復活祈願3万円お金払ってくださいっつって言ってるんですよ。でそれで復活しないじゃないですか。復活しないと皆様の信仰心が足りません、もっともっとお世話してくださいって言ってさらにお金を集めてっていうのを今運転資金にしてるので。払う人はいるんですね。まあやっぱある程度はいるみたいで、まあ、ただもうそろそろね死んで10ヶ月ぐらい経ちましたんで、まあそろそろ厳しいかなっていう感じになってきてるみたいですね。うわー、あの芸能人の方もおられましたよ、有名なあの清水文香、はい、あ、はいはいはい、めちゃくちゃ有名じゃないですか。はい、そうですね、あの方も、はい、すごい、はい、信じられてるというか、清水さんは、はい、ご家族がもともと信者さんで、はい、お父さんお母さんと、まあそのまあ、お姉ちゃんいたかな確か、はい、うん、が信者さんで、まあ、清水さん本人も、生まれた瞬間から二世信者さんということで、まあ、オートで信者にされてたっていう感じ で、まあ、その前行った事務所でちょっとね、はい、暗黒女子とか東京グルとか出て、はい、出てきたところに龍鳳が目をつけて、そのうち、に来ないかみたいな、うちに来たらもう全部主役やらせるし、まあ、ガッキーさんとね同じ事務所さんが、はい、ガッキーさんみたいな感じの青春派 のヒロインしかやらせないからさみたいな、はい、あとプラスちょっとうちの息子の長男のヒロシつけるよっつって、でもヒロシと結婚 したら、まあ、いろんなねもう地位も名誉も権力も手に入るし、はい、で大川隆法の長男と、売れっ子女優の清水美香結婚したらこれバズるやろっていう、はい、ね、知名度バカ売れてこれどうだって隆法が清水美香に言って、で清水美香 やりますって言ってそれを受けちゃったっていう、僕が知らないところでっていう、でその翌日に隆法からヒロシ文香ちゃんと結婚しなさい、もう決まったことだからって、いやー聞いてねーっていうのがこの出家騒動の実際のところですね。P 出ないですよこれ。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、はい、え、なんで嫌だったんですか結婚は。いや、まあえぐいなそれ、バツイチ小文字なのでちょっとまあバツには嫌だなっていうのと、まああとちょっとその、うん、まあ2、3回ぐらいちょっとオフィシャルの場で顔を合わせたぐらいだったんですけども、まあ、その程度の距離感だったんで、いきなり結婚ってそれは無理よって。でも清水文香さんは結婚するつもりで。まあ、そうですね、はい。これ世間に出てるのか、まあ、この話。はいはい、もう初めて聞いた。文芸、今話題のね、文芸春秋社さんの記事とかね、はい、たくさん出ましたんで、当時は。はぁ、現代でもそんな、浮世話みたいなあるんすね。うん、なんかね、昔の戦国大名なんかそんな時代の話じゃないですか。まあそんな感覚だったんじゃないでしょうかね、きっと劉邦としては。で清水文香さんとはもう結局何もなく終わったのかな。一切何もなくですね。はい、はぁー、清水さんがもし OK ってなってたらどうなってたの。そう、もう、それでもし結婚していたとしたらですね、その後報道が出たんですが、清水さんがですね、はい、その当時ですね、カナブーンというバンドのベーシストさんと不倫をしておりまして、ちょうどその時期だったんですね。なのでもし私が清水さんと結婚していたらダブル不倫になったということで、私はダブル不倫の被害者になっていたということになりますね。他にもその世に出てないですけど、はい、結構いるんですか有名な方で、信者の方は。ああ、そうですね。まあもう表に出ちゃってるので言えば、はい、荒木優子さんとかですかね。まあ、これも週刊誌に出ちゃったんで、はい。あ、そうなんですか、あの人。はい、そうですね。あれも、まあ、ご家族が信者さんでっていう感じで。今でもってことですか、じゃあ。そうですね。もう登録上は信者になってますね。はい。おー、
歴史そんな長くないじゃないですか、ここ幸福の科学っていう、はい、でこんな普及したや言ってたはお父さんのやっぱ力ですか、はい、その中でなんで幸福の科学だけ抜けたかっていうと、うん、はい、あの教祖が東大法学部を卒業したっていうことが、これが原因なんですね。はい、リュウコは東大法学部を、まあ、一浪一流ですけど、まあ、卒業してるので、はい、なんか、え、こんなめちゃくちゃなことを言ってる人も東大法学部出てるの、え、そしたらもしかしたら何か深い意味があるのかもしれないみたいな感じを思っちゃって、時代とマッチして奇跡的にバズっちゃったみたいな、まあ感じですね。あ、もう話術もあるんですよね、お父さん絶対。いや、話は面白くないですよ、それはもう全然。はい、でもそんだけ引きつけるっていうのが、まあ、カリスマ性がどっかに。いや、まあ学歴ですかね、やっぱり。その、やっぱり日本人って学歴に弱いですからね。はぁー。で、え、ヒロシさんはどうしていくんですか、もう。もう一切そういう宗教はシャットダウンなんですか。あ、そうですね。私はただ、息子に生まれただけで、まあ、全く信仰心とかもありません。興味もないし、みたいな感じで。そうですね。はい。なので、まあ、映画の監督をメインでやってるんですけど、はいはい。まあ、そっちの方をメインで、やりつつ、あとは、まあ、YouTube とかもやってるんですけど、はいはい、それは、宣伝の一環みたいな、感じで。で、まあ、ここを撮影してるバーを、はい、バーさんダメっていうお店を赤坂でやったりとか、はい、まあ、いろんなことをやってる。何の映画撮られてるんですか？映画はですね、2020年か。うん、あ、違います。2021年ですね、はい、に上映したグレーゾーンという映画がありまして、監督主演脚本で出しまして、はい、それがヤクザの、お家騒動の話でして、はいはいはい、で、まあ、組長が、暗殺されまして、はい、でそれで3人子供がいて、それで遺産相続どうするかみたいな、で、はい、もしかして、え、でもこれ誰かその子供たちが殺したんじゃねみたいな、まあ、話になって、はい、まあ、それで、まあ、対立する組とかもそこに介入してきて、まあ、抗争になるっていう、まあ、話なんですけども、はい、まあ、それを、2021年に出したんですけど、はい、その後ですね、まあ、2年後に、はい、まあ、自分自身がお家騒動に巻き込まれてるね、そうですね、っていうまさかの未来予言映画になってしまったという、Amazon プライムとかで見れますのでね、ぜひチェックしてください。はい、見れます、ぜひぜひ、はい、今は映画撮ってるんですか？そうですね、今年も1本撮影予定のがありまして、はい、それは言えるんですか、内容は今。内容はそれは、まあ、まだお楽しみに。うまくいけば今年中ぐらいに上映できるので。なるほど、はい、まだ撮影中ってことですか？これからです。あ、なるほど、はい。僕ら誰あ、なんかもし、ちなみにここまで。ちなみにお小遣いとか言ったらもう無限にあったんですか？いえ、お小遣いがですね、はい、私小、幼稚園そもそも行かされてなくて、はい、まあ、幼稚園なんか行ってもあんなのお遊戯会だから、まあ、そんな行っても意味ないですよ、はい、行かしてもらえなくて、はい、で、小学校は義務教育だから行かなきゃいけない、はいはい、で小学校は車で送り迎えで、友達と遊ぶの一切禁止。はい、6年間あ、そうです、はい。で、まあ、その学校終わったら、その送迎の車が、まあ、校門の近くで待ってて、そのまま塾に直行して、で、塾終わったら、そのまま家に、すぐ帰ってきて、というので、だから、お金は基本的に全く持たれてなくて、で、まあ、中学になって、まあ、中学は電車通学になったので、はい、一応なんかその、まあ、行き帰りの電車賃とか、なんか飲み物買ったりとか、そういうお金ぐらいは必要だろうっていうことで、月々3000円もらってましたね、だけ。それ、その、中学の時は、友達と遊んでもよかったんですか？それはそうです。さすがに電車通学で。で、学校終わった後塾とか行ってたので、まあその間の時間とかは遊んだりはできるようになりましたね。それちなみになんで小学校の時友達と遊んだらあかんって言われたんですか？はい、まあその、基本的に、まあ、幼稚園も行ってなかったのも、習い事とか、あと家庭教師いっぱいつけられたりとかしてて、で、10個ぐらい習い事をやってて、で、もう朝の8時から夜の、はい、まあ9時ぐらいとかまで、分刻みで全部スケジュールが決まってて、8時から9時、算数の勉強、9時から10時、英語の勉強、10時から11時、習い事のピアノみたいな感じで、エクセルみたいなのにバーって貼り出されて壁に。ご兄弟全員ですか？全員ですね。はい。何日ヒロシ様スケジュールみたいな感じで、そうで、さやか様、まさき様、ゆうた様みたいな感じでバーンって張り出される。そのお父さんの考え方でこうしろみたいな。まあそうですね、はい。なのでもう3歳ぐらい物心ついた時からそうやってエクセルに打ち込まれて、うん、決められたスケジュールをこなすだけのまあ、人生だったっていう感じですね。ああ、その宗教は押し付けられなかったんですか、幸福の科学の。それはもちろん、初期の頃の、劉邦が出してる本とか、あとは、説法してる講演ビデオとかは全部見させられましたね、それは。ご兄弟全員染まらなかったんですね、お父さんに。誰も染まらなかったですね。はあ、
今後もでもそうですもんね、もう興味ないですもんね、そっちの宗教の方は。まあそうですね、まあ宗教といってもまあね、あのさっきも言いましたけど大川隆法ファンクラブなので、まあ本人死んだらそれは終わりでしょっていう。でもヒロシファンクラブ作ったろうみたいなのはないですか。まあそれはじゃあ YouTube 登録してもろてって感じで。ああそっちで。あとはバーに飲みに来てくれ、あのくださいっていう感じですね。で衰退していってるんですよね、幸福の科学が。そうですね、はい。はあ、もうそういうのは自分の YouTube でバン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 言ってるんですか。バンバン言ってます、はい。ね、命の危険とかないんすか。命の危険は、あ、一応殺害予告は受けてるので。怖っ、はい、あ、そうなんすね。はい。まだその YouTube 始めたてぐらいの、はい、まあ今から5年ちょっと前ぐらいですけど、はいはいはい、まあ千葉県の柏に住んでたんですね。はい、で、柏駅のから、10分15分ぐらい歩くめっちゃ偏僻な、うん、閑静な、はい、まあ住宅街のマンションの一室に住んでたんですけど、いきなりなんかその、ピンポンってのって なんだろう、なんかアマゾンかなと思って見たら、うん、その、教団の、その、職員とあと弁護士が、このインターホンのところに、怖い、ここ柏だぞって思って、いやその都心とか住んでたらまあなんかやってくるのは分かるけど、柏のしかも駅から地獄まで出るとこ、え、わざわざ来るってなって、で、その人通りも少ないんで、あ、これもしなんかそのね、車とかに連れ込まれたらこれやられるわって思って、やべえって思って、それでもう慌てて動画回して、いや今ちょっと実はあのこういうことになって下に職員来てるんですよみたいな感じで、でもあの動画回しながら、いや、あのその後予定あって家に出なきゃいけなかったんで、行きますって言っても、あの撮影しながら家出て、で、うん、あの帰ってくる時も周りめっちゃ警戒しながら、撮影しながら戻ってきてみたいな。そう、この人たちはどこ行ったんですか、この覗いてた。まあ、そ結局、まあ、ちょっと待ったら帰ってって、でポストになんか書面だけ入ってたんで、まあまあ、それで帰ってるみたいなんですけど、まあ、それでもうそれを写してあの次来たら警察呼びますっていうのを YouTube で出して、うわっていうのをやってたら、訴訟に発展したっていう話ですね。2億、あの2億2000万ですかね合計今。その幸福の価格側にそんだけ損害が出たよっていう証明ができるから2億2000万ってこと。あ、まあとにかく、まあ、なんだろう、本とか出してるんですけど、はい、本2冊と、あと、まあ、記事とかね、何件か出してるけど、やっぱその紙媒体とかで何かを出すと必ず訴えるっていうテンプレにしてるみたいで。結構こういう依頼あるんですか、話してくれっていう。そうですね、ありますよね。だって聞きたいもん、もうすでにもたまに海外メディアとかからも取材があって、まあ、来週も一件あるんですけど、とかからも。マジっすか。ジャパニーズカルトって言って、そのジャパニーズカルトさんみたいな感じで、はい。よう僕らも出てくれましたね。こんな携帯一台のやつ。いや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 、私も YouTube すごい方なんで。いやいやいや、ありがとうございます。もういや、もっと聞きたかったんですけど、いろいろ。はい。いや、あ、僕ちょっと一個聞きたいです。あ、じゃあ、いいです。寝取られた。寝取られました。はい。っていう話。お、はい、聞いたんですけど、はい、それは言えるやつなんですか。あ、全然もうそれも YouTube で全部言ってるんで、はい、寝取られたっていうのは、寝取られましたね、はい、私ここね、バー三代目って赤坂の方がやってるんですけど、はいはい、まあそこの、まあ最後副店長だったのかな。で、まあその、まあ女の子がいまして、その子と、はい、まあ1年半ぐらい付き合って、そろそろ結婚かなっていう感じだったんですが。従業員ではないんですか、その子。従業員です。まあその、最初、まあ普通に彼女で、まあそこからまあ後から従業員になったんですかね。ああ、なるほど。そう。で、まあ向こうも29歳とかだったんで、まあそろそろ結婚かなって思ってたんですが、はい、まあ去年の8月末ぐらいに、まあここのね、バーの、スタッフと。すいません。何怖い。これですね、はいはいはい、これちょっとね、まあ、周年イベントの時に出してるオリシャンなんですかね、はい、これは問題の女性ですね、はい、こちらですね、めちゃめちゃ綺麗じゃん、はい、この問題の女性がですね、はい、こっちのね、男ですね、はい、当時25歳のこの男とね、まあ、肉体関係を持ちまして、はい、で7ヶ月ぐらい私と付き合いながらこっちとも付き合ってたというね、ダブルヘッダー7ヶ月間ふたまたされてたってことですね、そういうことですね、あ、はい、っていうことが発覚しまして、なんでそんな知ってるの。有名な話なんですか。あ、まあ、ネットニュースとかにも。ヒロシさんの下僕から聞きました。下僕で下僕とは。はい。そうなんですか、はい、このニコニコした、歌った下僕から聞きました。いや下僕っていうあれじゃないですかね、もう結局店長ですから。結局どうなったんですか、この確かに。どうなった、刑罰どうしたんですか。あ、結局、まあちょっと解雇しなきゃいけないなって、まあなって。まあそうですね。そうですね。まあとりあえずや、ちょっと、まあ、もう雇えないからっていう話で。で、まあ辞めてもらって、まあ丸く収めようとしたんですけども、はい、まあなんか、二人で新しくバーをやるみたいな話になって、はいはいはい、まあ、そっちにね、はい、まあ私たち、何も悪いことしないのに、ヒロシってやつに辞めさせられたヒロシは気違いなんです。あんな三代目なんてお店行かないで、僕たちのやってる私の店に来てくださいってやって、お客さんとかにまあ結構そういうことを言いまくったら、どうなってるんですか
かってめちゃめちゃクレームが来て、で、まあ、まあその店長がもう一件一件全部いや違うんです、こういうことがあってって説明してやってたら、もうこの男の方が、あ、何やってるか分かってるんですかみたいな、もう、こうやったら、あれですよ、まあ、出るとこ出ますよ、みたいな、まあちょっと脅迫みたいなことをやってきて、ああ、これはもうダメだなって、まあなっちゃって、ちょっと表に出すしかないな、となって、YouTube でこれを話したと。で、それで、まあ結果的には、まあちょっと二人を、まあ訴えることになりました。マジか、こっち側から訴えるんですか、はい、そうですね、はい。今、訴え中ですか？あ、そうですね。まあ、これから訴状をそろそろ出そうかなっていうところですね。あんまりなんか言っちゃダメです。あ、だ、そうか。始まってから言っちゃダメなんですかね。いや、別にもうこれ、もう全部、僕が話してるんで、大丈夫です。すごい人生ですね。でもその方がもう結婚しよう思ってたんですよね。あ、そうですね。あ、向こうからもう、一番最初からもう結婚前提に付き合ってほしいってことをまあ言われてたので。まあ、まあ年齢もね、27とかだったんで、当時。どれぐらい付き合ってたの？ 1 年半ぐらいですね。ああ、はい、その間に。そうですね。じゃあここで、まあ、ひろしさんがいらっしゃらない時に、まあ、2人で働いてて、気づけばって感じなんですか？まあ、そうですね。はい。まあ、ちょうど1年前ぐらいですかね。去年の2月ぐらいから、まあ、まあ、バコバコにやっていたらしい。まあ、てかまあ、そっちとも付き合ってたらしいんで、まあ、浮気っていうより二股っていうことですかね。全然気づかなかったんですか？怪しいなとは思ってましたけど、いや、まさかそんな近いところに行く前と思って。確かに。確かに。うん。確かに。確かにその距離感ではいかんだろう。まあ、思ってたら全然行ってたっていうね。いや、怖いですね、本当に。ちょっと今電話できますか？なんで？いや、LINE ブロックされてるんで。あ、されてるんですか？はい。何を聞くねん。ああ、まあ。すごい、確かに近すぎて普通ならないやろって。それは、だから二人で、まあ、お店終わった後にちょっと飲み行ったとかいうのは、うん、なんかそれは聞いてはいたんですけど、いや、まさかね。まあ、そこではいかんやろ、みたいな。確かに。それはね、僕だってその仕事終わった後に、まあ、ね、店長と二人でちょっと飯食って帰るとか、そういうのとかも あるんで、まあ、そんな感じかなって言ったら、もうバコバコにやってたっていうね。うわすげえな。これ僕ら、まあ、動画上げて、再生行ったら、また会いに来ていいですかね。再生数で来てる。まあ、大ひろしさんに会いに来いよ。なんか面白い企画とかありましたら、ぜひ。ぜひ、はい。いやー、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。